始まりまりした総称ランドです、えー、最近は日本一周の振り返り動画を作ってるんですけど、えー、今日は「営業とは」っていう、えー、ビジネス YouTuber 的な話をしたいなと思います、えー、なんで今日はね、あのー、社会人の人とか特に営業やってる人はめちゃくちゃ学び深い動画になるんじゃないかなと思っております、えー、そもそも何でこの話をしようかなと思ったんが あの僕日本一周中に255足靴磨かしていただいてそのうちの100足以上があ,のある大手保険会社の、えー、営業なんですよね。えー、でなんでそこの保険会社の人と知り合ったかっていうと、えー、青森県に行った時にあのまあなんか勉強会に参加した時に青森支店のマネージャーさんと出会ったんですよ。で、あ靴磨きやったらよかったららかうちの 支店来て営業マンの靴磨いたってくれよっていうあのオファーを頂い,いたので、えー、実際行かせていただいてで日本一周してるんやったら他のあの全国のマネージャーさん紹介するからまた言うてーってあの言ってもらってで実際に、えー、青森県から仙台に移動する時に仙台支店のマネージャーさんを紹介してもらったんですね。 で、またそうやって日本一周してますって言ったらその仙台支店のマネージャーさんが次の目的地の東京の、えー、支店長を紹介してもらって、まあ、それの繰り返しやってたら結局青森、仙台、東京、静岡、岡、広島、島福岡鹿児っってて支店回らせてもらせもたんですよねで、せっかくやったらその7支店回るんやったらそれぞれマネージャーさんっておるじゃないですか。その人にあの営業とはっていう 質問をしようと思ったんですよね。なんでこの質問をしようと思ったかというと。そこの保険会社の。えー、まあ、マネージャーになるには。えー、めちゃくちゃすごい営業成績残さななられへんと思ったんですよ。だって、その部下が三十人とかから百名、まあ百名以上おる。あの部下も持ってる中のトップの人なんで。なんかどういう営業してきたんやろうなっていうのをすごい興味湧いて、あの、聞いてみたんですよ。 で結構実際はなんかそのんやろな,な小手先のテクニックみたいな,なんか聞けるんじゃないかなっていうあの期待をちょっとあって聞いたら静岡店の、えー、マネージャーさんが言ったことがすごい衝撃的というか、えー、すごいいい話やったんでちょっと共有したいなと思いますその人が言ってたのは営業とは問題解決だって言ってて言たんですよ保険で例えると、えー、保険を打って成果を上げて えー、給料が上がって「やった!」って言ってる営業マンもおるけどそういうやつらはすぐに見透かされたりとかボールが出てまあやめていくっていう話をしてて目の前の前お客さんんんが保険をを買いたいいたたじゃなくて問題を解決したいんですよ例えばあの今夫ががんになったらどうしようとか亡くなってしまったらどうしようっていうその不安を解消してあげることが保険っていうツールを使って解消してあげるのが俺の仕事だって言ってて。 で、もっと言うとその人たちが目に見えない問題っていうのを、えー、保険のプロとして、えーまあ、そ解決していくだからその目の前の問題を解決していく連続が今に至るって言っててだから営業とは問題解決だっていう話を聞いた時にああもうめちゃくちゃいい話聞いたなみたいなで俺はその時に靴磨きの営業って何やろなって思った時になんか靴綺麗にせよとか 見出、えー、しなみやぞとか、あの結構上司に言われてる人とか多いと思うんですけど、あの一言で言うと、靴磨きとは信用を得るためじゃないかなと思っております。えー、最初に皆さんが名刺交換するときに、絶対に目に入るのが相手の靴なんですよね。その時になんかボロボロやったりしたら、なんかうちの上司が靴磨き、靴き汚いやつ信用できへんみたいな、言ってたなみたいな。 靴磨きはお前相手のためにししっかりしとけよみたいな言われてたなみたいななんかおるじゃないですかたまに俺は靴磨く暇あったら専門知識勉強するとかいうやつたまにいますけど実際その努力とか内面っていうのは目に見えないんですよねでも靴磨きって綺麗やったらそこってめっちゃ目に見えるじゃないですかそういう細かいところをケアできる人って仕事でもすごい相手のことをケアできたりとかっていうなんか想像ができるじゃないですか だからそういう目に見えるところから目に見えないその人の性格とか内面というのを想像できるから靴磨きとは信用を得るためじゃないかなっていうそういう皆さんが気づけてないっていうところを僕がそういう出張靴磨きとかで営業を生かしていただいたりとか路上とかで靴磨いてる時に伝えていければいいんじゃないかなと思います。もちろんあの靴磨きととは上機嫌を作るためとか、 えーまあ、自分と向き合うためとかいろいろあると思うんですけど一番分かりやすいその靴磨きとはっていうのは、えー、信用を得るためじゃないかなと思います皆さんも、えー、自分が売ってる商品、えー、お客様どういう問題解決できるのかなっていうのを考えたら、えー、また仕事での成果とかもちょっと変わったりするんじゃないかなみたいな思います今日はなんかすごいビジネス YouTuber 的な、えー、内容でしたがこれも日本一周中で えー、教えてもらったことなので、えー、まだまだこういうことありますので共有していきたいなと思います。ありがとうございました